いやー外れほら、あまたかお前ミクマス3回来るともうちょっと頭くる、ね、何回来んのよ、バカじゃないもん、それやったらぶっぶわうわあほらうちのメソうん、え何やってんの倉庫の前でこの前だからね一回待ちよう塚本さんしか散歩へぇ一緒に散歩できますよお林神参加できるなんでやったこれででもあれでしょこのそうあ、かわいいかわいいけど遅いゆっくり歩いてくるかわいいこれであれだおおやったボトルチェンジだボトルボトルではないですボルトですいいっすねいろいろあるんだあーおおメロメロロメロメだもしかしたらいい何であれあ、ポフィン用意するおー、ポフィン作りますかこれ、直輔さん得意やったんですよねはいポフィン作る楽しいですよ何でも入れてるのこれまあ、そうですねこれが倉庫か銀河倉庫、立ち入り禁止なんかやってたなリズムゲーみたいなやってたよねわかんないけど別に聞いてない回す感じですねいいよ少しゆっくり、うん、あかわいい林神が身を持ってる焦げる早く逆逆逆おおでもいい感じですよ逆逆あ、早く早くあっあっちょっと舐めてたおぉ長いですね結構長めですねよっしゃ OK! よっしゃー結果発表ん壊した回数2回ちょっと焦げちゃいました、ね、いやいやいや焦げを失敗と見るか味と見るかでしょこれこってりポフィン直輔は何ポフィンだったの超いいねポフィンですダサ本当にベリーベリーグッドポフィンですちょっと頭きたいや頭きたいやめっちゃ木の実使ってるめっちゃ使うじゃないですかでも最初からこれできるあーなるほどあ、優しい回復してくれたありがたいねあー、こぼれちゃった早すぎるとこぼれちゃうんですよめんどくさいって言いました今そういう遊びなんですよ遊びじゃないほら遊びじゃないしっかりとさ業務だあこれ今ポフィン作りという業務をしてるんですかこれそうなるほどあれもいい感じですよね虹の点々がおきれいに焼けているわあそれすごくいいねあ、焦げたな今。自爆を忘れて。いやちょっとお焦げをお焦げでも美味しいじゃないの。渋苦ポフィン。いやダメじゃん。渋苦ポフィン。渋くて苦い。こんなのポケモンで食わせたら嫌われだろう。どんなこれもう。でもなんか美味しそうに仕上がりましたね。
ありがとう。レベル高いですよ、だって。確かに。カメラ動かして、もう自由に撮影かって。なんか。あ、強い。お、やった。お守り小判。わあ、いいな。お守り小判いいっすね。うん。おまこば。おまこば。おまこば欲しい。これ夏気度上げればいいんだこれ。夏気度連れ歩きができるようになるんですよね。ここに来ることで。かわいい。かわいい。まあ、置いてくよね。かわいそう。カメだからね。あ、かわいい。カメだから遅いんだ。あ。なんだ。お客様。お、返してもらった。しまっていた例の物は。やっとら。あら、ピカチュウだ、ピカチュウ。そうですね、レッツゴーピカチュウみたいな感じですね。出れるのこれ、うん、そうですね、多分出れると思います。怒られちゃうね。ただ一回この建物から出た。退出後もいっぱい出てないですね。おお、もうできてる。よっしゃー。あー、かわいい。ゆっくりと。はい、置いてきます。かわいそう。空を飛ぶをいただけるはずなんだな。あれ、これなんだ、優勝しても戻ってこないのかな、リッチムリーダー。ああ、ああ、なんだ、進んだ。ナオスケ広いな。オッケー、ナオスケ来い。回復すんだよ。そっちに言われると こっちのナオスケさんは回復していきますよ。うん。あ、大島姉妹だ。やった、丸田くに。空を飛ぶくれる人誰だっけ。これは来る。はい、出た。あんたレベル何本。19。話にならないあんた。分身またしたの。はい、解説上がって楽しいんだね。そんな私石投げますよ。ほら、石ポン。よくられる、合ってんじゃん。ダメダメじゃないか。こっちも話をけらんの。次はリトロのロゼリア。やばい、いっぱい花咲けるとやっぱりもらえるな。ロゼリアは花、花みたいな。花見てない。ほー、ありがとうよ。すごい、見せてる。まあ、潰そう。あら、やばい、ポンじゃ。お、やった。ポイントアップ、ポイントアップ。押し花、押し花、押し花。次ないか。次、次、次、次。次はウィゼル。ウィゼルは水、水だ。うん、あれだね、浮き輪だよね、浮き輪。浮き輪さん。ああ、おっしゃい、おっしゃい。よし、ゲット、うん、やった、やった。空を飛ぶ。うわー、話聞いてよかったな。下っ端。下っ端。下っ端。そうですね、話聞いてよかったですね。話聞いてよかった。結構ね、教えてくれますからね。これね、どこでも行けるようになった。ちょ、虫ポケモン。虫ポケモン。虫ポケモン。もうか。うん。いやー、ゴージャさん、直介さん、空を飛ぶできるようになりましたよ。うわー、飛びましたよ、これ。なんだろう。うわー、ナオスケちゃんは悲しい結末になるから。なんないですよ、悲しい結末に。あります、悲しいの。水の呼吸。あ、揺れてないですね。あ、そうか、揺れないとダメなのか。
おお、直輔さんを対策している。もう違う直輔だからな。直輔さん、虫ポケモンゲットするんですか？虫ポケモンゲットします。なるほど。虫大好きだったでしょ。虫欲しいですよ。お、木の実もできてる。やったー。ジムリーダーとこれどこですか？ジムリーダー迷った時はあのマップのやつを見れば、ね、はい。え、なんであんな遠くからなんでこんな遠くからだいぶ向こう行ってましたね。帳針、うん、もう虫いなくなってるってことかな。絶滅した虫は全部。あれまだ出てきてないですね。もう飛んでっちゃったのかな。あら、おう、あ、持てない。ああ、あれね、一個開けて持ってるやつね。そうですね。だ、誰生まれるのこれ。誰がもらえるんでしょう。ミュウツーじゃん、ミュウツー。ミュウツーの卵っすか。あ、やっぱ来たんだ。蜜だけ食べて帰っていったの。帰っていっちゃったんだ。はあ、そりゃ強いポケモンが捕まるぞ。おお、ヘラクレスオオカブト捕まえられるぞ。出てきますかね。虫ポケと旅したいんだ私は。うん、虫好きなんすか？嫌いです。え。あれ、女の子だからね。やっぱり虫を退治してくれる人がいいですね。彼氏にするなら。あー、うーん、ゴージャさん虫大丈夫なんですか？虫大丈夫。あ、へえ。じゃあ理想じゃないですか。うん、もう G もですか？あー、ゴキブリはねちゃんと予期してたら別にね。あ、急に出てくるゴキはちょっとね。あー、でも急に出てきます。ゴキって大体大体そうですね。うん、出ますよって言ってくれたんだよね。あんまそんな子いないですからね。お、ピチューだ。おー、ゴージャさんが一番好きなやつ。そう、ピチュー好き。ピチュー、ウィキペディアに載ってますからね。すごい。何？ゴージャさんが好きなポケモンはピチューってウィキペディアに載ってるんです。すごい。誰が書いたのか分かんないですけど。すごい。多分何かで発言したやつが、うん、あの誰がそれ見て書いてくれたって感じですね。すごい。ウィキペディアって怖いね。何でも書いてる。何でも書いてる。本当ですよ。こんなに可愛いのに。ロキック。かわいそう。痛いよ。あら、あ、何、あ、麻痺しちゃった。やられながらにして。やられながらにして。あ、治った。あ、治ってない。タイガーマス少し回復した。うん。ほら、あんたの後ろに怖っ。サイキッカーですか。いないやつ。ゴーストお、未来予知。戦えんのこいつ。あくび。指を。いや、攻撃できないじゃん。指を振るは、あの、攻撃が出る可能性はあります。ランダムで出る。ランダムで。いやいやいや。未来予知で、あの、多分2ターン後にさっきのやつが当たるんで。さ、首でもしとくか。お、指を振るでもいいですよ。何が出るかわかんないですけど。はい。お、何これ何これ。で、これで、はい、上がった防御力。うん。で、次来るの？次。そうですね。何か落ちてくるの？何か落ちてくるというか、まあ未来予知の攻撃あたり。お、うん、
かわいい。お、回復。回復した。おやばい。うわ、強っ。めちゃくちゃだね。めちゃくちゃだよ、これ。トゲピーはそうですね。トゲピー。トゲピー。お、めっちゃ木の実ある。オーケー。さあ、進むぞ。うん。うん、いい釣り竿は本当にいいよ。君もそう思うでしょ。はい、あ、もらえんじゃん、これ。おお、すごい。さあ、キャメ、売るぞ、これを。え売れないです。釣り竿は売れないんですよ、大事なものですから。そうですね。野生を堪能しようかな。まあ、いいですね。野生いやー、外れ。え、外れじゃないぞ。外れって言った。外れって言った。外れじゃないですよ。外れじゃないの、はい、え、いや、いらない鳥いるもんだって、うち。うち鳥、もう鳥は満員、うん、あ、満員、満員じゃない。うちの鳥出す。うちの鳥出た、影分身。自己満の技だな、影分身。自己満の技。乱れ好きだ、やっぱり。回避率関係ねえよ、バカ野郎が。こっちの方が上位だったな。鳥界の。鳥界の上位。上位だ。いいっすね、ペッチャラ。ペッチャラ。チャラペッチャラ。チャラが入っちゃうんだな。なんだあいつ。おらへん。出せ。ほら、あ、またか、お前。もういいよ、もう鳥いるから、もう見たから。いい、押すんじゃないよ。はいよ、本当の鳥、本当の鳥見せよ。お前、影分身だろ。野生にそんな時間かけて大丈夫？で、たまに野生でさ、すげえの、もしかしたら会えるかもしれない。ああ、それはそうですね。そういうのをちゃんと分かってやってるからね。そうなの、うん。で、直輔ちゃんはね、もうサクサクいっちゃいます。五番目のトレーナーで積む。あれ、積みます？うん。積むかな。もうね、完膚なきまでに。だってバランスよく私タイプ持ってます。そうですね、うん、バランスよく食事とっても病気にはなる人になるんだよ。予期せぬ ね、予期せぬこと。そりゃそうですけど、経験値ももらえるし、それでちょうど、ちょうどんだ。ちょうど、ちょうど。もうほぼほぼ私メンツ固まってますか、これ。あ、そうなんですね。はい、もうここからじゃああんまり変わらないぐらい。変わらないです。ゴローンを虫ポケモンに変えるぐらいです。ちょっともう頭きてんだけど、これ。ムクバード。ムクバード3回来ると、もうあっち頭くるね。頭に来ないですよ、別に。ムクバード強いですからね。いやいやいや、こっちいるから、もう鳥、うん。あ、そうですね。上位5巻がいるから。上位5巻。鳥の。鳥の。ペラップ。何回来んのよ、バカじゃない。鳥やったらぶっ、ぶわっ。鳥。いや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 、ほんとに。仲間にしてほしいんですかね。いやいやいや、しないよ。仲間にしてほしいな。いいよ、ほんとに。チャラペッチャラ変えてくれよって。逃げらんないんかい。健康石化じゃないよ。早いんじゃないよ、待って、これ。どうすかな。あ、ハニー。なんで逃げるんだろう。うわー、あー、うちのメスを。うちのメスは。ほらー、そんなこと言うからー。いや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 、次のポケモン使おう。うちのメスは。本当の力でやっつける。本当の力でやっつける。力でねじ伏せるだろ。ミウシがいく。ああ。お前は。出た。バカ分身。ちゃんとした技ですかね、パケです。お、なんだこいつ。わあ、うん、それ。ミノマナブ。ミノマナブ。何これ。何これ。
ほら。イノマダム。イノマダムに噛みついてます。イノムシ。イノムシのマダム。可愛いマダムだ。何？一歩歩いたらすぐ来るよこれ。お。あ、可愛い。可愛い。マネネ。どうしますマネネ。甘神、甘神でいいよ、甘神でいいよ、甘神ね、甘神だけね、甘神っつったなあ、かわいそう。どっちもかわいそう。確かにどっちもかわいそう。そう、林亀もかわいそうやし、マネネもかわいそうやし。体当たりがあればな。誰かのせいでめっちゃ言ってくる。こんな悲しいことはない。それは野生のゴローンだ。おー、野生のゴローンだ。私捕まえてるからな。そうですね。やっと来た。ここでスーパーボスに本当の鱗。やった。もうこんなところに。おお、エレキシール。おお、やった。3枚。シールゲット。これシール何貼ればいいの？あのボールに貼ればあのエフェクトが追加されてコンテストでなんかできるんです、ね。これやめろ、これやめろ、これやめろ。おお。進化前じゃねえか。いやもういい、もう取り手やってる場合ねえんだ。ちょっともう忙しいんだ俺も。本当にさ、いやもういいや、もうすぐこれでわ。うん、乱れて、はい終わり。いやまだだ、3回、4回、4回行って、4回行ってから、4回、よーき終わり。はい、おー乱れ好き好きっすね。乱れ好きは確実に当たるよ。なんだもう全然歩いてねえじゃねえか今。また取りかもう1回にしてくれよ。もういいや、もうこの後はもうあれ虫除けスプレーシューするもう本当に。あらら、ストレスでしかない。出た、野生に対する野生嫌なんす、ね、苦手意識が。野生腹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 です。野生腹してるわ。あー使った。毒になっちゃうよ。甘い蜜。あ、はい。やった。あら、なんで戦うんじゃないの？シールゲット。やばい。シールいいな。シールいいっすよね。うん。結構シールもやっぱ集めるのが楽しいですからね。うん。シール。子供じゃないんだ。もう時は楽しんでました。本当ですよ。シール手帳とか作ってました？作ってました。ね、小学生の時ね、結構みんな作ってましたよね。シール貼るんですよ、ここに交換したりね。そう、ブロックシールとかあってありましたね。そう、ぷっくり膨らんでるやつとかね、ラメラメなやつとか。それでちょっと厚さがね、出ちゃってね。ちょっとあのプラスチックっぽいシールもあったりね。ありましたね。固めのなんか、あとぷくぷくの中になんかすごいビーズみたいなのが入ってたりとかして、はいはいはい、ありましたね。なかったですか、ゴージャさん。いや、あったよ。あれなんか、俺をなんか昭和初期のおじいさんと思ってたの。俺別に昭和初期じゃないから。シールぐらいあるよ。俺は、君たちが、俺はちょっとマグネットに貼って、はい、あの本棚にたっくつけるの。へぇ、マグネットだから剥がせるの。おぉ、確かに。ちょっと違うだ。あ、確かに、うん、上級者の使い方。上級者だね。以上です。以上です。反対弁の以上。とにかくだってもう貼ってましたもん、タンスに。あ、なんかいろいろ貼ってましたもんね。そうです。それはもうただただもうね、親御さんかわいそうな。まあ確かにちょっと嫌がってた可能性あるね。ポケモンシールとかもありましたからね。ありました。パンについてた。もうめっちゃ集めてた。集めてましたよね、これ。はい。いろんな、だからもう本当にポケモンシールで、うん、そのなんか、なんていうんですかね、キッチンとかに貼っちゃって怒られるみたいなのはよくあります。うん、でもポケモンシール優しいことに剥がしやすい、ね。剥がしやすいんですよ。そうなんですよ。質感がね。懐かしい。懐かしい。好きだ。アンコール。アンコールいただきました。アンコール。ポケモンパンね、本当に最近も売ってるんですかね。あんまり見かけないですけど。ねえ。昔いっぱい売ってましたけどね、種類が。あの蒸しパン食べてました。ああ、ありましたね。イーブイの蒸しパン。はい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 。かわいかった。100円なんですよあれだって。昔はそうやったかもしれない。ねえ。今はどうなんですかね。100円でパンとシールですよ。お、嘘っき。はい、捕まえました。しゃあ。あら、かわいい。何この子。いいっすね。ねえ。
でも動くの千尋。あら、ピカチュウ。あー、いいっすね。ピカチュウの服着て。やめるか。ピカチュウ出してくる。トリンドルだ、トリンドル。トリンドルだそう。地面だからね。水はダメだ。水は。水はダメですね。水はダメ。でも地面だ。地面。地面はアース。アースしてくれる。アースしてくれる。ね、そう覚える。はい。はい。はい。ピカチュウ倒しました。うん、ポテトプス。次は何なんだね。かわいいね。かわいいですね。ボジャさんのお子さんとかポケモンちょっと好きならこういう服装とかもありですけどね、うん、家とかでなんか着ないですか。確かに。ああ。着ぐるみっていうかあの寝巻きみたいなやつで昔もなんかいろんなキャラクターのあったじゃないですか。 ありました。家着にしてた私。賢く育てないから。え別に賢さ関係なくないですか。ねえ、かわいかったですよ。着ぐるみ着てる、ね、うん、そのまま大人になって、はい、ドンキホーテで買い物するみたいな。うんうん、着ぐるみのまま。あ、大人になってほしくない。トゲがありましたけどね。してたんですか。してました。ほら、ちょっとそれはな。え、自己満足。自己満足じゃないですよ。私可愛い、見て見て。いや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 。なんかそれが流行りだったのもあったけど、そうどうなのかなと思って、うん、あとなんかあのキティちゃん、キティちゃんさんが、キティちゃんサンダル履いて、うん、着ぐるみ着て、うん、ジャスコ行ってました。あ、懐かしのジャスコ。ジャスコってどうなのかな。え、いいですよ、流行りだったんで。流行り、そっか。それも青春だな。あ、そうそうそう、それは思い出にはなります。何とも言えない顔してる、ゴージャさんが。ゴージャさんが何とも言えない顔を。おいくつぐらいの時にやってたんですか。中2とか。ボーイッシュ全開の時。ボーイッシュ全開の時ですね。もう学級委員。学級委員。学級委員長やったんですか。学級委員長ですよ。ええー。あと生徒会副会長。すごい。はい。中学生でしょ。中学生。やることないもんね。ひどいな。あ、いや、ありますよ、絶対。あります。あ、あ、あ、カバン、カバン変えた。カバン変えた。カバン変えた。え、カバン使いにくいから、うん、あの、なんか、なんていうんですか、使いにくいよねってみんなに言って。使いにくいよね。みんな、カバン、このカバンだと使いにくいよねって言ったら、ね、カバンの形変わります。すごい変えてるじゃないですか、なんか伝統を。はい。今もそのカバンになってるかがちょっと悪い。今も逆にこのカバン使いにくいよね。逆に変えられて、結局変えたやつをまた変えられてるじゃね。どうなんだろう。すごい。やってましたよ。すごいな。花飯。お、お、なにこれ。この使おう使おう使おう。はい、花飯入れた。御霊の塔とか。メモとかいいですか。何かが起こるかもしれないですね、これで。え、なんだこれ。お、なんか発見、直輔さん。これなんだ。遺跡マニアの穴。僕のこと遺跡マニアというの。アンノーン大好き、遺跡マニアだからさ。え、競争しようよ。もう地下大洞窟かで壁を掘ると、ここにアンノーンがいいのかな。あ、出ちゃった。これ今あれですね、ギアチェンしてないんで気をつけてない。あの B ボタンかなんか押すと、はい、ギアチェンだ。ギアチェン。ギアチェン。昔はあの前のルビサファかなの時はあのわざわざ店に行かないと交換できなかったじゃないですか、自転車。あれが今 B ボタン押すだけで変わったんですよ。あら、うわー、便利だな。ギアチェンで、ギアチェンにできるようになったんです。違う種類の自転車を今やからそのボタンだけで交換できるっていう。まあ、若干性能は違うんですけど前のやつとは。便利になったかな。いい
いいことだよ。そうですね。進化してます。そうだよ。だからそれ、いや、ダメなことみたいに言ってるじゃん。ダメなことっていうよりかは、なんかこう、ね、ちょっと寂しくなりますね。いやいや、じゃあ、あなた車乗らないんですかって話です。ね、おぉ。究極だな。ね、でも乗れないですよ、運転できないから。タクシーは乗るでしょ。うん。ね、そこなの。はい。結局。そうなの。結局やっぱさ、ダメ、進化を。そんな文明の発展を阻害しちゃダメ。うん、喜ばなきゃ。ありがとうございますってありがとうございます。 AI に順応できます。じゃあ AI はダメだ、あいつらは自分を滅ぼそうとしてる。ターミネーターみたいにそんな感じになります。映画の見すぎですよ。俺たちを泣き者にしようとしてるねえ、でもちょっと怖いですよね。どうなっちゃうんですかね。そうだよ。今可愛い女の子を生み出してくれるいい存在ですけどね。2045年にちょうどバランス AI の機械運命の上になる人類。2000何ですか。2045年。もうすぐだ。やばい。あと20年ぐらいだよ。うん、そうですね。どうします、おじゃさん。そうなったら山で暮らす。あ、ネットとかのない、究極だ。山で暮らす。究極になっちゃった。山で生きていきます。うん、大丈夫ですか、そういうのは。ねえ、サバイバル生活やっていくことは。あ絶対無理です。あんまりなんかやってるイメージないですけどね。いや、できる、俺は全然やろうと思えばできちゃう。直輔さんとかね、なんかもうできそうですけど。もうやれますよ、直輔は。だってね、火起こせる。そうだ、うん、サバイバル、サバイバルしてたもんね、うん、全然ね、いけそうですね。はい、もう落ち葉のマット敷いて、はい、で、その上で寝てます。ああ、いいですね。自然、はい、自然のベッド、はい、賞味期限が過ぎたパスタを、はい、食べるからね。8年過ぎた。8年すごいですね。8年過ぎたカビの生えたそばを茹でて、揚げて、マヨネーズにつけて食べる。お腹壊さないですか。壊さなかったです、カビ生えてても大丈夫なんですか。川の水も直飲みしてたそれはダメでしょ。やばいみたいですね。今日はやばいですよ。やばかったみたいです。いい綺麗な川だったからね。綺麗な川だったけど、ね、お魚死んでたの浮いてたけど、それも栄養。栄養なんですね。あ、だしで。ね、魚のだしちゃったんですね。ね、すごいですね。すごい、今すごい来てましたね。成長してや。まあ、直輔さんやったらじゃあ山の中で暮らせそうですね。あ、はい。ゴージャスさん絶対お腹壊しますもんね。さすがてか大体の人は多分壊すと思うんですけど。確かに。ゴージャスさん壊しそう。俺その無謀なことしない。無謀。難しいんだけど。あ、ちゃんとろ過するし。あ、そうね、うん、確かに確かに。そうだ、そういうね、知識があれば大丈夫ですよね。うん、ね、オッケー。何気にこっち、あのピンチだ、ピンチ。何気にピンチ、何気にピンチ。一回戻るのもいいかな。一回戻っても俺はいいと思う。そうですね、安全を取るなら戻るのもあり。これは分かってる、ポケモンは確実にね、はい、勝たないと。確実にあっちゅうまい、あっちゅうまいぜ、あっちゅうまい、あっちゅうまい言い方が癖になる。ああ、毒なのか君。あ、間違えた。ウソッキーに騙された。間違えた。属性、そうだ、ミスだ。ゆうたがね。あれ関西ゆうたがね。そんなごてごてでしたっけ。だいぶ米の関西弁ですよ。なかなか。そんなに直輔さんもね、関西の人やから、はい、わかりますもんね。わかります。違和感みたいなのは。そんなん言わへんねん。いやそれもだいぶあれだっただいぶ嘘の関西弁、ね、嘘っきー、嘘っきー、嘘っきー。ダ
アウトだね。いや私もね言うて関西って感じなんですよね。あそうなんですね。三重県だから。あ三重県違うの。三重県はヤニヤニ言うてます。ヤニヤニ、はい、しよにとかゲームしよにダウト。いや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 嘘の三重県嘘味何ここ違いますよ何ここ。お、高っ。なんか来ましたね。え、野生野生だ。え、何。あ、お、ゴースだ。いいっすね、ゴース欲しい、こいつは。お、お、ちょうどいいかもしれない。ワンリキッド、レベルがちょうどいい。オーケー、やばい、恨み節だ。え、キックできないの。原型がないってこと。相性的に、そうですね。フェアリー、フェアリーじゃない、これフェアリーにすればいいんじゃない。あ、ゴーストだ。ゴースト、悪じゃないの、ゴースト。ゴースト、そうですね、初代から言いましたねゴーストタイプ。ん、ゴーストだったら悪の悪。叩きを落とすじゃダメ。悪。噛みつく。噛みついちゃうか。噛みつく。噛みついちゃったら倒しちゃうかもしれない。倒したな、これ25だから。叩き落とすも別にダメージは多分入りますよね。ダメージ、あ、入るの。ただ倒しちゃうかもしれません。遅いんだよ今、 A ボタン押したときに。なんで言うの寝ちゃったよ。あ、寝ちゃった。だから体当たりやったらよかった。体当たりワンリキー最初からなかったじゃないですか。あああ言ったもん。嘘ついてる、嘘ついてる。マジで言ってんだ俺はさ。林神やったらってことですね。弱い技ね、弱い技。弱い技。え、だから、つっつけない、これ。つっつけないのかね、これ。やっぱその、ゴーストだから。原型がないから。原型がないから。まあ、哀愁表を見ていただいたら分かるんですけど、飛行タイプが果たして。ゴーストでしょ？悪。今、修行中ですか？ノーマル格闘。あ、ノーマル格闘ダメ。お、三角。あ、三角じゃん。三角ってことはいける。削れるんですよ私が、うん、削りたいんですね。そう、そうね。28ですからこっち。ボホッ、危ない、ほら完璧。ちなみに三角は多分違うとこ見てます、ね、え、ゴーストでしょ。ゴーストに飛行は普通に等倍ですね。本当だ。でもこれでもうおだぶすよ、これ、ね、いい感じで削れました、うん、逆に誤解が生んだ正解。おお、はい、結果オーライ。はい、2、3、はい、4回。おお、つかないっつって。育てるんですか。要検討なるほど、いらない。めっちゃお金もらえる、ここ。おお、いいっすね。うん。お金持ちの人多いんですかね。お金持ちの人多い。なら。金持ちって。いや、金持ち、金持ちってないですよ。お金もらえるの嬉しいなーって。なんかやられた。何、攻撃力。国防がガクッと。ちょっと。うわぁ、オッケー。ビーチあるよ、ビーチ。ビーチ？ビーチ。ビーチは海だよ。私にとっての海です。いや、間違ったでしょ。ビーチ。プール。ビーチ。プール。ナオスケさんにとってはビーチなんですね。Yes。No。プール。
難しいな、英語って。難しいなゲームディレクターを作った人。え、こんなところに、こんなところに本当に顔似てるのかな。似てる似てる。え、本当ですか。似てる。俺だってツイッター総合フォローだ。おー、すごい。総合フォローなんですか。そう。すごそうだよ。マジですか。見てみよう。ポケモンゲームディレクター、調べてわかる。いや、多分有名な方ですよね。すごいすごい、こんなあるんだ。あ、似てる。増田さん、増田さんですね。増田さん、ほら、増田さん、コダック好きなんですよね、確か。あ、へー、見て、そう、フォローされてます。だってすごっ。めっちゃすごいですね。50万人いる。あ、213フォローの中の1人。うわ、いつからすか。結構前。結構前。そうだな。すげえ。じゃあポケモン世界大会の仕事とかしたんですか。スケジュール合わなかったかな。ああ、うん。でも本当にすごいですよね。すごい。羨ましい。すごい。こちらの方は。あれ。僕はゲンガー大好きディレクター。どっちの方だろう。もう一人いらっしゃった。すごい。ゴジャさんすごいな。いや、ゴジャさんすごいですよね。ゴジャさんってすごい人だったんだ。すごい人だった。そう、ナオスケ。いつも舐めた口聞いてるけど、結構すごいな。舐めた口聞いてないですけど、舐めた口聞いてないですけど、親しく接してくれるから、いつも。なあ。親しんじゃいます。親しんで、白塗りおじさんだと思ってます。ただの白塗りおじさんだと思って。そんなことないですよ。白塗りおじさん。そんなにただのじゃない。白塗りゲームポカンおじさんだと思って。それは確かにポカン、ね、ポカンおじさんではある。ポカンおじさん。お、どうしようかな、これ。おっさんプリ、いや、いらないかな。命中100の60、命中100の65、いらない。はい、お休みできるのかな。カラナクシ、なんだこいつ、うん、なんだこいつ、倒しがやるな。渦巻島、はい、先生。渦巻島、銀色のポケモン。はい、メモ。水巻島。これはもう、でも実は直輔さんは知っているやつですよ。ゴージャさんも。え？過去作の話ですね。あ、え？渦巻島？ぜひ。そうですね、金銀の。渦巻島。あ、そういうことか。それの話してんのか。ここにはいないのかな。またこれはゴース出てくるんじゃん。なんかこれがあれ、みたらしの塔、みたまの塔。みたらしの塔、美味しそう。美味しそうだ。決めちゃおうかもうこいつ。めっちゃ水きれい。すごいですね。めっちゃ水きれいですよ。ビーチ。絵の具？いや、これアップビーチ。これはビーチか。これはビーチ。すごっ。あ、新事故って書いてたから、湖かな、もしかしたら。まだ波乗りできないからな。しゃ、ずつく。おお。よいしょ。可愛くないですか。ずつきするんです、ピラチが。可愛い。こいつ進化するの？こいつ。こいつ。私の一番好きなポケモンに対してこいつ。こいつ進化するの？こいつ。この子伝説ですから。伝説そのまま？伝説ですからね。まあそうですね。うん。そいつ。そいつ。かわいそうに。こいつどいつそいつ。乱れ好き。4回、3回でいく。3回。オッケー。強い。
これなんだろう。足跡博士の家。何それ。あーいつ。何ひ。ポケモンっていうのは足跡見てみれば何を考えてるか。はい。すごい。このまま。はい、来たピチュー。え？左付き。よー。強っ。すごい。お、やった。足跡リボン。何これ。何これ。何？足跡リボンつけてくれた。ついてんの？行った場所が、行った道がわかるじゃん。何これ。へえ、かわいい。まあ、コレクション要素みたいなやつですね。ロキック対決。キック対決。すごい。K1 みたいな。K1 対決。やばい、やばい、やばい、ボンピ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 ボンポケモン、ポケモン、アメリカのポケモン、いいっすね。さあ、なんかついたぞ。スリプトカさあ、直輔さん、どっかに到着。おあれ、ノモセ、ノモセ、違う、ノモセ、合ってるか。来ました、来た、田舎だ。田舎だ、自然多めですね。うん、直輔ちゃんってかわいそうだね。いやでも修行もちゃんと間にねしてきましたから。うん、おおー、ラブラブカップル、いいですね。ラブラブ、闇カラス。さあ直輔さん、ジムジム、おお、ちょっとジム何、俺ジム年行ってないんだけど最近。最近行ってないんだけど。リアルジムは行ってるけど。ちょっと。そっか、リアルジムは行ってるんだ。おお。よし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 。勝てる勝てる。よし、もう行っちゃおう。ジム行っちゃいまーす。あれあれ、ゴーストだこいつ。なんかすごい面白い。いいっすね、水が増えて。おすごい。やめろやめろ、ねえねえ、やめろ、うわー、うわー、危ない。あ、大丈夫です。ピヨピヨピヨしてる。なんで翼で撃つなー。うわー、効果抜群。あー、もう楽勝ですね。そうですね、これもう。これはそうですね、直輔さん相性いいかもしれないですね。はい、お豆腐です。お豆腐、お豆腐です。シェシェイ、お、ラブラブカップル倒しました。もう破局だ。これが原因でしょぼんだな言ってましたよ。あら、おばあちゃん、おばあちゃん、ブーチ。このロストタワーは死んだポケモンの魂を沈めるための場所。長く生きたもの、短く生きたもの、どんな魂も安らえていい。よく来てくれたの、この技の魂を持っておき。96番。おお、満喫。怪力、うわ、やった。これだ、岩動かしだよ。そうですね、岩動かし。あら、潮目のオフだ。おお、ゴージャスさんの喜び。かわいい、ルニリ。野生が出にくくなるやつですね。先頭に持たせると。うん、もう野生だし。あ、ルニリかわいいですね。かわいい、ルニリ。って言いながらコンヒス。鬼畜女子。かわいいんだけどね。かわいいけども倒すと。
おいしょ、うん、相性いいですね。はい、もう取りました、マッチもう取りましたもう取りました、ありがとうございます。えあー、はい、今回はここまでですね。はい、うちも一個も言ってないぞ確かにサムネどういうポーズ取るんですか、サムネ。サムネ何もしてませんノーマル、ノーマルタイプ、ノーマルの。いやいやいや、やることでもいっぱいあるから。いや、そうでしたね、盛りだくさん。コンテスト行ってましたしね。コンテストも行った、そうね、うん、あと変な団子みたいなのも作ったなポフィーね、そう、作ってましたね、うん、はい、はい、大丈夫です、皆さん直して途中で止まります、ね、まあちょっと苦しみましたけどね、あれが続きますということで、はい、また次回スイッチ忘れずに、はい、スイッチ忘れずに、はい、楽しくやっていきましょう。はい、はい、ということで本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバイ。今のうちね、今のうちああ、今のうち楽しんでたらいいよと。ウサギとカメ、あー、なるほど、覚えて帰って、覚えて帰ってくださいみんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれここ、メンバーシップはそれここ。次回も面白さレボリューション、バイバーイ。